今日は初めて柏さんと絡むじゃん。そうだ、シーンとしてアギトでもさ、こういう感じだったよ。ラルルルルトゥトゥルルトゥトゥルルトゥトゥルルルルトゥトゥルルトゥトゥトゥルルトゥ。こんにちは、ニーハオ、ハロ、井上正弘です。今日ね、あのハイジ村というね、プチブンレーはなぜのあのハイジのところの施設に来ております。ハイジの世界観の、ところなんですけれども、今日はピンク特撮の撮影ということで来ております。そして今日ここの世界はですね、あるまた特殊な世界のところでですね、出演者がほとんど全員仮面をかぶってるみたいな感じの世界でございます。まあ、今日エキストラさんの方かなりご協力してくださっていて、撮影中ではあるんですけど、ちょっと見てみましょう。遠くでね、すごい集団が待ってるようにしております。もう近く通った子供たちがなんだなんだみたいな感じで、今さ、俺もさ、旗から見たらさ、あの集団と同じような格好してないか、何かみたいな、スッと混じってもあんまり分かんないんじゃないかな。スッと混じってます。溶け込めてんじゃないかなと思います。割と超大事なシーン撮ってる感じで、今あんま騒げないような感じですね。しばらくあの中に混じって見ていきたいなと思います。ちょっと芝居してきました。なんか今相当芝居こだわってるみたいなんで、空気がまだいちゃいけない感じなんで、また後で見ます。よー、はい、何も見えない。カット、ありがとう。オッケー。まだ僕のね、撮影までちょっとだけ時間があるので、少しこの中の施設少しだけちょっとね見て回ろうかなと思います。この通りとか素晴らしくない？なんかあの塔とか可愛いし。ハイジさんです。ハイジさんもちゃんと感染対策でマスクしております。ハイジさん偉いですね。はい、ってことでメイク完了しました。もうみんな見慣れたっすよね、もうこの格好。もうドラマを放送する前にもうメイキングばかりがね流れてると思うんで、まあ、すごい慣れてきたんじゃないかなと思うんですけど、僕未だにねやっぱねこの格好をするとなんかすごいビジュアルだなっていう風にね感じますね。でこれからまた僕のシーンの撮影なんですけれども、今日はね現在15時なんですけれども、今日僕ワンシーンだけの撮影なんですよ。で今日、まあ、そのワンシーンを撮って今日はねおしまいということで、まあ、何もなければ、まあ、このまま終わるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、これから撮影の方いつも通り行ってきます。はい、ということで、撮影来ました。ですね、今ねここねめちゃくちゃ高いです。あの奥の小さく映ってるのが撮影台です。下とかもこんな感じめちゃくちゃ怖いです。はい、今こんな感じで脚立に立っております。はい、今日これからね、まあ、ここで撮影なんでちょっと撮影してきます。はい、ということで最初の方終わったんですけども ね、 風がやばくて、もうね怖い上に寒いっていう二重の恐怖、二重の空間にありますね。はい、まあでもね、唯一のスクリーンはね、めっちゃ富士山綺麗。ちょっと富士山映してみますね。これめちゃくちゃ綺麗じゃないですか、富士山。なんというか、まあ、新年を、ね、明けてるんですけれども、なんというか、今年1年、いい感じになりそうですね、富士山見ていると。カット、はい、カット。こんな痛いっす、寒すぎて。
痛くないですか？痛い。あ、今日も松田さんが来ております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。顔痛いっすよね。顔見たら今俺つま先地面につけられない。冷たすぎて。ペンキみたいになってた。つま先をついてたさ。つけるともう寒いで寒いでから。そうっすよね。過酷っすね。これは今日は本当に気温です。何度か知らんけどめちゃくちゃ雪降ってましたからね。そうそうそう、はい、昨日の大雪からの今日やから。そうですそうです。今日もちょっとまたまた通行人なんですよ。通行人、はい、え通行人みたいな感じでちょっと立って後ろに座ってまだ、そうですね、まだちょっとどんな役柄かはまだ。あ、呼ばれましたか。謎のものを行きます。行ってらっしゃい。行ってみます。よーい、はい。厄介な世界に来たもんだな。どうも。中入ろ、中入ろ、中入ろ。ああ、うまいよこれ。やばいよ。厄介な世界に来たもんだね。どう思うじゃないか。寒すぎるよここ。寒すぎるしか感想ないよこんなの。いやえぐいっす。今日もえぐい撮影が。寒すぎる撮影。やべえ。あのね、撮影でこんな感じなんですよ本当に。いかに我慢強い、痩せ我慢できるかどうかみたいな。もう寒くても寒くても厄介な世界に来たもんだな。どうも、あのもうね、本当に内心クソ寒いみたいな感じですけど、痩せ我慢今日もしてまいります。今日もね、このまんま、こんな感じで撮影続けていきたいなというふうに思います。で今日はですね、風車を回すシーンなんですけれども、これ風を待つわけにいかないので、ブロワーというもので回します。あ、回しすぎじゃない？ちょっと早すぎない？暴風警報出てますよそれ。風車の芝居が難しいみたいですね。そう、いいね、そんなもん、そんなもん。ああ、いいですね。はい、はい、いいじゃないですか。いいじゃん。あと、はい、オッケー、オッケー。鼻水使ってる。ありがとうございます。お豆よ。俺の分はないのか。これ当たるっすよね。これどうやって撮るんだこれ。よし、じゃあこれで、はい、じゃあ周りだけ切ります。はい、どうぞ。さあどうか。あ、3頭でした。1頭すごかった、これでかっ。3頭はちっちゃい。3頭の犬ゲットしました。いや、かわいいっすね。ということで今日はもう帰ります。撮影も無事終了しました。またね。